はい、ビートルズものね、いっぱい来てますね。エリちゃんはミッシェルね。このコードね、マーベル、これが正しいみたいですね。うーん、変なコード使うね。はい、トコちゃんさんはラブミードゥを坂崎さんとハモりたいです。ハモった Love, love me do が上ですからね。トゥーバースもハモりますが、鮭桃色さんですね。歌詞が分かんない。日陰のアッコとリー、エリナー・リグビー来てますね。コードは Em と C の2つですか。あ、2つなんですけども、これはなんつうんですか、ストリングスがね入ってて、Em7 だったり6だったり、入ってくるでしょ。なので、まあ Em でもいいんですけど、厳密に言うと、まあ、ギターのサウンドじゃないからね。オーケストラでその、ストリングスであの音出してるからね。ニール・ヤングのハート・オブ・ゴールド、ああ、ユートさんね、これ。これがいいな。最初のフレーズのとこが好きって、ここのとこかな。ここだね、きっとね。はい、寺内にゃん太郎、CSNI、アワーハウス。今日はグラハムナッシュ82回目の誕生日です。82歳っていうことは僕、馬年だね。ポール・マッカートニーと一緒だ、グラハムナッシュ。I write the fire, You place the flowers in the vase that you bought today, Stand at the fire みたいな感じですか、グラハムナッシュさんね。アワーハウス、ともみさん、まる、お二人はアンジーを聞きたくなります。ああ、そう、じゃあちょろっとだけありますか。はい、こんな、これポール・サイモン風。はい、あとはね、ああ、読み物関係ね、これ言ってみる。京都の天美さんは94年か95年の夏イベでこうちゃんが黒い細長いギター弾かれてましたが、珍しいギターだなと思い見ていたんですが、そのギターをステージに立てて高見沢さんを撮影されているように見えたんですが、一曲演奏される間に 2回写真撮られてましたねと。あれはそう、あのね、カメラがこの一番先っぽについてて、っていうのはあの細長い黒いのの大元はね、ローライフレックスっていうね、あのカメラなんですよ。二眼レフってやつね。それをあのデザインして作ったギターなんで、ローライフレックスギターなので、先っぽにあの三脚の穴つけてあって、そこにあのカメラ乗っけてで撮ってたんです。ちょっとネックが今反ってきちゃったからね。
あんまり使い勝手は今良くないですけどね。名古屋のマリコ、ギターについて質問です。先日の早稲田大学の講義でロックとフォークの違いに話題になった時、坂崎さんがエレキかフォークギターかの違いのような内容をされたと思いますが、何度かフォークギターという単語を話されてましたが、楽器素人の私にはアコースティックギターとフォークギターは違うのと頭の中にクエスチョンがいっぱいでしたと。なるほど、アコースティックギターとフォークギターはまあ同じようなもんですね。ただアコースティックギターの中にフォークギターがあるって感じかな。アコースティックギターの方が広い意味ですね。アコースティックギターは生ギターですから、いわゆる電気を通さないギターですね。それでまあ今はアコースティックギターって言ってますけど、昔は生ギターって言ってたか、フォークギターか、どっちかでしたよ。一緒です。今意味合い的にはフォークギターって言ってたの、昔は。アコースティックギターっていうモダンな言葉はなかったんだ。アコギなんて言ってなかった、生ギターって言ってたんです。で今フォークギターっていうとちょっと小さめのギターを言う意味合いもちょっとあるかな。トリプル O サイズとかダブル O サイズとかね、ドレッドノートサイズのフルモデルでかいやつはなんかまあドレッドノートとか D とかフルサイズとか言ってますけど、まあそれもあんまりあれだね、大した意味合いはないね。ポチスケさん、ゴロワーズというゴロワーズを吸ったことがあるかよ。タンタラタタン、ゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかい。あ、これはリクエストと質問だ。ヒッピーエンドのハーモニカは全部加藤さんだと思ってます。そうですよ、ゴロワーズのハーモニカも加藤さんですか。あれは違います。あれはなんつったっけな、とね、中国のミュージシャンだったかなんか、知り合い加藤さんので、ギターも弾くしピアノも弾くけどハーモニカも弾く人でしたね。僕それ以来会ってないんで忘れちゃったな。めちゃくちゃうまかったですハーモニカ。いわゆるなんていうかクロマティックハープってやつ、ブルースハープじゃなくてね、十穴じゃなくて、十穴ってのは10個のお尻じゃないですよ、10個の穴、十穴、そのハーモニカはね、ブルースハープじゃなくて、なんかね普通のというかね、そのクロマティックハープでしたね。ウリさん、先週の どこのダブだか分かんないダブの感想でおっしゃってました。サステインの意味が分からず調べたらエレキギターでの説明ばっか出てくるんですが、アコギのサステインとエレキは違いますか。サステインってどういう意味。サステイン、まあ僕はなんとなく音が伸びてるっていう意味合いで言ったんだけどね。だから生ギターでも音が伸びる、サステインエレキギターもそうだけど、エレキギターは永遠になるよね。ボーンって弾くだけでずっと増幅されてっちゃうからさ、止めたりなんかしないとね。でもアコギの場合はだんだん小さくなる、ちっちゃくなってきた、ちっちゃくなってきた、ちっちゃくなってきた。これが木が乾いてくるとさ、結構このサステインが効いてくるんで、あとリバーブ感が、リバーブ聞こえる？残ってしょ音が、コーンってね、ほら、このリバーブはやっぱり木が枯れてくるとね、なってき響いてきますね。ピッピさん、ガロの一人で草ハモってください。じゃあね、僕はヒットリーデーだから、ヒットリーデーの人とヒットリーデーの人ね、の人とヒットリーデー、真ん中難しいよ、ヒットリーデー行くさです。僕はヒットリーデー、ヒットリーデーの人お願いしよう、せーの、ヒットリーデー行くさ、誰もいないさ、もう大人だぜ、ヒットリーデー行くさ。いけた？一番上は一人で行くさ、誰もいないさですからねはい、次、星ディスを歌うボノさん、生歌リクエスト、香川亮さんの教訓1。命は一つ、人生は一回だから、
命を捨てないようにね。こんな感じですか。慌てるとついフラフラ。坂美雄さん、中島みゆきさんのあざみ城のララバイ。ララバイ一人で眠れない夜は、ララバイ私を、ハリャ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 。春は雨の花、秋には気境、そして私、ところが一番好きなところね。そして私、かなえさん、リガリズの海は恋してる。海は素敵だな。さあセリフ部分ね。海も出演するのかな。涙をいっぱい止めるかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳げないんだもんね。ピッピさんね、さっきのピッピさんね、かわいい。リンゴ一つのリンゴ、君は二つに生きる。これね、スリーフィンガーでやった方が雰囲気出るんだけどね。難しいな、できないんで。石川貴彦さんのあのスリーフィンガーはね、拓郎さんの J45 ギブソンのね、あのもう弦がパシパシ言っちゃって弦高低いやつ、あれで弾かないと雰囲気出ないんだよな。南那智さん、岡林さんの流れ物。ハンマーハンマーと渡ってく、俺は一生流れ物。あー久しぶりに歌いましたね。流れ空耳空さん、大滝さんの空飛ぶクジラ、これも A マイナーだ。街角に僕は一人ポツンと佇み、ビルとビルの隙間の空を見てたら、空飛ぶクジラが僕を見ながら。大人っぽいメロディーに少し不思議な歌詞がおしゃれでとても好きで、要するに松本先生ということです。松本隆先生、そうな、要するに松本隆さんなんですよね。はい。